はい、どうも、どうもどうも、レトロです。今回もね、Steam を使って、レトロゲーム系のね、紹介をしていければな、っていうふうに思っています。で、今回は、まあ、この名の通り、Dead or Night というね、アクション、アドベンチャーの要素が詰まったゲーム、まあ、吸血鬼のお話なんですけども、こちらをプレイしていきたいと思います。Steam でね、2017年7月14日に、エーロン・コックレーンというね、会社から発売されております。まあね、2D 要素もそうですけどもね、まあいろんなシステムとかっていうのもちょっと魅力なので、早速見ていきましょう。なんか悪魔城ドラキュラっぽい感じのオープニング、ね、スタート画面ですけども、で、一応ストーリーモードと、また一つね、食いしん坊モードというものがありまして、まあ、こちらのモードを選択すると、太陽が降り立つ前、まあ、一夜限りなんですけども、多くの人を食べてくださいと。まあ、主人公に吸血機能がありましてね、まあ、それを駆使してプレイしていきます。で、次の夜になったらペンタグラムが、まあ、今の魔法陣が光ると。で、お金、ダイヤモンドが取り取り出現するので、スコアアップに役立ててください。で、あなたが一通りプレイして終わったりとか、まあ、太陽で焼けてね、死んでしまうんですけども、それでゲームが終了になりますと。いうことです。ではね、ご分を祈ります。頑張ろうということで、早速プレイしていきます。で、ここからね、ボタン一つで、実はね、一般人の男性、背広を着たね、男性にこうやって化けられるわけです。で、この中で一般市民に紛れ込んで、吸血を行うと。まあ、こんな感じですよね。こうやって後ろをつけながら、パッと牙を剥いで、まあ一般市民を襲うという、うえ言うてるけど、まあこんな感じでね、あ、ダイヤモンドあるな。まあこんな感じで、左のね、あの枠に、まあ、スコアの数が書いてあって、まあ、吸血した時とか、うわ。は、だんだんスコアが上がっていきます。あと、アイテムを取ってもスコアが上がっていきます。たまにね、あ、今ありましたけども。こうやってね、赤いゲージ。まずね、そのゲージの説明を忘れてましたけども、右手にあります赤い上のゲージなんですけども、これが、まあ、主人公の体力となります。で、下のゲージが、化けてる間、制限時間がありまして、この青いゲージがある間は、背広の男性に化けられますよ、という感じですね。で、真ん中の半円のね、ゲージというか、何でしょう、ビルと月の絵柄なんですけども、これは月がだんだんね、右から左へ、まあ、東から西へ動いているんですけども、これがね、半周しますと、まあ夜が明けるわけです。で、まあ一通り月がね、西に落ちまして、次右から太陽が上がってくるわけです。なので、一瞬ね、その時画面が明るくなるんで、そうなりだしたら、ちょっと気をつけてください。早めに、今回だったら魔法陣とかに戻らないと、やられてしまったりします。めっちゃ追ってくる、これ。うわ、前に持った。撲殺。ほら、これ、ボッコボコやった、今。めっちゃボコボコにされた。こんな線でよくない。うわ、もう早速来たし。乗り込むな。あかん。で、この時はまだ魔法陣が光ってないで移動ができないんですね。しかしね、こんなされてるのはリズミカルすぎるやろ、曲がね。一通りね、夜が明けないとダメなんですよ、これ。あ、で、こういうね、テレフォンボックスかな。ね。こういうとこでね、青いゲージが溜まるのを待って、で、また補充し終えて進むっていう手もあります。ほら、これ明るくなってきた。こうなってきたらちょっとまずいんです。で、まあ実際に、まあ敵キャラというかね、警察官たちに、攻撃されて、まあ、やられるパターンもあるんですけども、まあ、これは確か3回ぐらい攻撃されて、で、まあ、やられてしまったとなったらゲームオーバー。ほら、こんな感じ。チョークで引かれて。
そうそう、警察がどんどん増えてくるんでね、気をつけてください。倒した分だけ増えてきます。この遺体あるところには必ず警察がこうやって待ち構えてます。でもね、まあ、あの体力の多いキャラクターっていうのはありません。そういうものはないです。基本的にね、みんな一撃で倒せます。ただ集団で攻撃されると厄介。ほら来た、これバレたバレた、逃げて逃げて、うおーめっちゃ来たこれ、やばいやばいやばい、うわ太陽、太陽が、太陽がで、太陽で溶けてしまうので、一応テレフォンボックスに入りましたけども、こうなっても今一瞬燃えたん分かる。そう、こうやって死んでしまうわけです。で、まあ最終的にね、結果が出て、まあ終了となります。さて、終わりましたね。E.M. アップモード。まあ、日本語訳で食いしん坊モードというね、モードでしたけども、まあいかにね、その一夜限りのプレイなんですけども、その中でどれだけの人を倒せるか、まあ吸血できるかっていうのと、アイテムをどれだけ集めてスコアアップできるかっていうところが重要になってきます。でね、実際にね、あのストーリーモードもあるので、これに関してはまた別の動画で、ね、アップしていきたいと思っています。なので、こうご期待ください。ね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また今後も新しい動画をね、どんどん上げていきますので、よければご覧ください。本日はお疲れ様でした。See you!